九州博多羽の熊ゴルフヒルズという練習場に来ております。手元が浮く人ね、ダウンから、まあ、ここのソックスからのここの浮く。皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日はですね、九州、博多羽の熊ゴルフヒルズという練習場に来ております。こんな感じ。そしてこんなに景色が綺麗なんですね。空港からですねすぐ10分、そして、ヒルズということもあって非常に景色がよくですね、こんなような景色です。どうでしょう、ほら、こんな感じです。じゃあ実際練習場に入ってみたいと思います。そしてこの練習場はですね、まあ、このように、なっておりますが、ここはどこかというと、なんと個室なんですね。個室の練習場です。すごいでしょ、こんな感じ。距離はですね、270ヤード以上あるというね。でね、こっち側がね山になってて、でこっち側だけこのようにネットがあり、そして奥は270ヤードと非常にですね距離もある素晴らしい練習場。この室内のプライベートな空間でボールを打つことができる。ほらこんな感じよね、これだったらね迷惑かけずに練習できるし、めちゃくちゃいいですね。こんな練習場でございます。ということで、わざわざですね札幌から来たのでですね、ここでちょっとレッスンの、ちょっとワンポイントのお話をしたいなと思います。テーマとしてはアドレスですね。で構えた時に手元が浮く人ね、インパクトでどうしてもこういうふうにこう浮いてしまうって、ね、なんで浮いてしまうのかっていうところで言うと、まずやはり大事になってくるのはこの裏側ですね。ここの張りがない方、僕の手の形見ててくださいね。こうすると手が下がるでしょ、こうやると手が上がるんですよ。だからダウンスイングで手が浮く方がはこの裏側の張りがない方なんですね。ちゃんとこの張りを作って手が低い位置にあるとこのように手が、下がっていくと。ということはダウンスイングに来た時にここがお尻が上がってるポジションを作るということで、そのためにはここのアドレス自体であまりこういう構えしない方がいいですね。で割とこういう人多いですね。構えてこうだとどうしても届かないんですね。だからちゃんと張りを作った形、こんな形ですね。でそうすると割とこう手が低い位置にこう入ってくるということが言えます。でこのポジションのままで手を上げるとなると、どうしてもやはりここが裏がすごい伸びるんで、非常にこう張りのある形になりますんで、練習としてはこう来た時にかなりここが突っ張る形になります。ただこの突っ張る形ぐらいイメージしていくと、この肩の足の形が崩れると肩がこう水平になってしまう。で水平の状態のままで打つと手が浮いてしまうということになりますから、必ずここの、
ヒップを引き上げた形ですね。そう手が下がると。でこの形をイメージしてハーフスイングを練習してください。で特にここのところでヒップが上がってる状態を、カエナクマゴルフヒルズの今建物の中です。ここがショップになっておりますけれども、何かご紹介でもここはいろんな、ブリヂストンがのクラブ、はい、ブリヂストン直営店になりますね。あ、なるほど、はい、じゃあスクールもやってるんですけど、まあ、なるほどなるほど、前で言うのはあれなんですけど、いやいや、どうぞどうぞどうぞなるほどなるほど。じゃあこれクラブは今ここでシダもできる、はい、なるほど、お客さんの質のままシダしていただいて、はいはいはい、それで購入していただくこともできる感じ。なるほどなるほど。ウェアも揃ってるし、そのブリヂストンのスクールも出てるんで、いや本当今日あの来てしまいました。いえいえ、僕も見せて。あ、そうですか。ありがとうございます。なんであの北海道かな。え？北海道でしたっけ？そうですそうです、札幌。なんか一応全国いろんなところ行って、ちょっとまあ YouTube ってこう全国なんで。誰か何か知ってる、見てる人がいるから、じゃあ来てくれっていうのがあって、あ、なるほど、はい、そうですね、お願いが、はい、そうそうそう、そんな感じで、じゃあよろしくお願いします。イメージしてハーフスイングを練習してください。で特にここのところでヒップが上がってる状態、こう手が下がるんで、こう低い位置で打つことができます。まあそうは言ってもクラブはインサイドから入れたいので、そうするとこうやっていくとどんどん外からクラブが入ってきやすくなるので、まあこうなり手が低い位置に入りながらヒップをここで上げながら今度は縦に使うと、非常に難しいですね。お尻をここをヒップを張りを作りながら縦に、そうするとここが潰れるんですね。こういう形になると、そうするといいダウンスイングが、まあ割とかっこいいね、いい形に手がかなり低いところに降りてくるということが言えます。ここの裏が伸びてくると頭の位置が下がるという形になるので、フォロースルーでのヘッドアップも直ってきます。つまり、縦軌道になるということですね。これがこうなると横回転、このポジションでイメージするとここがヒップが上がっている形だと縦っぽく使えるということですね。こうなると横になっちゃう、裏が伸びている形のままだと、だここに意識が常にないといけないということが言えますね。そうするとここのフォロースルーでもここで裏が今伸びてますね。ここでも裏が伸びている形、このようなフォロースルーをできれば取ってみてください。こんなような感じで、ね、この角度が非常に重要になってきます。構えの裏の伸ばし、バックスイングの伸ばし、そしてダウンから、まあ、ここのソックスからのここの裏の伸ばしですね。こういう形、そういえば頭が自然に残る。どうしてもこういう状態になると水平回転になってしまうと、アウトサイドになってしまうので、縦のイメージでスイングする。そうするとこの右の足を蹴る感覚も出ますね。こういう感じで、こうですね。こうだと蹴れないですけど、このポジションだと強く蹴れると。でこの形からフォローの形、we'll be right back.
こんな感じですね、まあ、こんなようなスイングをしていくといい形になりますね。ポイントですから、基本的には手下げるためにはお尻を上げて裏を伸ばす、ね、これで構える、インパクトも、ここが重要ポイント。そこからインサイドから入れたように、この側屈少し低く入れていく、この脇腹を潰していくようなイメージ、この展開をイメージしてスイングしてみると、非常にいいスイングになってきます。皆さんここら辺を練習してみてください。金の熊ゴルフヒルズ、丘の上にある夜景の綺麗な素晴らしい練習場です。ぜひとも皆さんお越しください。原田ゴルフレッスンチャンネルもよろしくお願いいたします。